多分高校の時とかにやっぱり進路を決めるじゃないですか、はい、そういう時に学園祭ですごい大きい壁画みたいなやつ描いたんですよ、はい、まあそれが楽しかったっていうのと、まあ、うちの父親は別にサラリーマンじゃなくて、はい、看板トラックの看板やなんとか運送とか、はい、あれを手書きでやってる、はい、小さい頃も多分その職場とか連れて行かれて、はい、で父親が仕事してる間にその辺の電気とかで遊んだりとか、なんとなく普通に過ごしてるとそれで済んじゃうんですけど、で絵を描くことでそれをきちんと自分がもう一回消化するっていう意味合いがあって、今はね、昔はだから自分の中からひねり出して綺麗な絵を描くぞとかいいもん作るぞと思ってたんですけど、今はなんかもうほんまにその辺にある植木とか風景とか綺麗なものを自分っていうフィルターをこうさって通すぐらいの感じで、なるほど。よく思うのが、例えば河原に石いっぱいあるじゃないですか。で、まあ普通に通り過ぎれば石でも雑草でも石やったり雑草石ころやったりするんですけど、子供ってすごいそれを拾い集めて宝物にしたりするじゃないですか。あれはやっぱり自分の中ではその人の中では光って見えてるんですよね。で僕の絵も多分その、まあ、色がいろんな色があるから綺麗やねって言ってもらえるのもあるんですけど、光って見える確率を僕はどんどん上げていけばいいんじゃないかなと思ってるんですよ。だからみんなにすごくいいねって言ってもらいたいけど、それは無理やってのも思うし、でもそのあなんかすごくいいよねって言ってもらえる範囲をやっぱり広げていきたいっていうのには思ってますね。見て感じてねっていう部分は結構あります。